なんか火力で戦ってる場面があったんですけど、ホイコの方が若干点数高かったんだよね。まあ、効率はどうなの、ホイコは上回ってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあでも、結構僅差ではあった気がするから、ここまで明確に下がるっていうほどではないんですけど、ほい。ほら、若干ホイコの方がね、点数が高くなってたんだよね。ほい。ゴールドクライム言うてやばいからな。総裁反射がないだけ、やっぱり戦ってる感じは、戦いやすさはあるんだけどね。ゴールドクリアまだ。ほい。ほら。ほい。AI の総裁反射、本当に強すぎてね。さあ、ここからちょっと総裁当てつついくしかないと思ったけど、レンカーレ、ほいっ、それはダメ、間に合わせたぞ。ちょっと後手後手に回ってるからきついな、これ。うわ、しかも連か。あれならワンチャン耐えられるな。まあめちゃくちゃでかいけどいける。おお、間に合った、早い。自分でも今のは間に合わないかと思った。これちょっと連したいね。連チャンス。お、相手も連か。いいだろう。でもこれ右側が終わってないからな。穴張り引き続き男、よし、これすごいな、この試合すごいよ。めちゃくちゃ耐えてる俺。 AI 並みの耐えしてる。自分で言うのもあれだけど、ほいほい、
パフェはこれテトリスしか耐えられないな。完璧、これリプレイ保存もんだろ。34万点。いや、これ神プレイだったな。これさすがにすげえわ。ほい、今の試合はリプレイ行きだね。切り抜き行き余裕で。